今日もお疲れ様。ピロピロピロ。ブルーハワイみたいな色やけど、全然ただのシャンディガフみたいな味やけども、ちゃんとジンジャーハイボール。シャンディガフとジンジャーハイボールを合体させた感じの味。うわ。やばい。あれうまそう。外から来るか中から来るかどっちなんか打ち上げ花火に絡みるって横絡みるっていうね。ちょっと辛いね。これさ、クッソビールに合うみたいな味。俺の予想言っていい、うん、多分からしマヨネーズのオーロラソースやと思う。からしマヨネーズとケチャップのオーロラソース、めちゃめちゃ美味しい。うまい、うまい。オーロラソースにからしだけじゃないよ、これタバスコがなんかそっち系入れてんじゃん。からしの辛さじゃないもんな。誰、一人で喋ってる誰か分からんもん。ビール飲んでた、ごめん。まだ全然進んでないから。いや、ここほんまにちょっと、もうおすすめ、うん、あのな、まだメイン来てないけど、今んとこ10点。もうすぐよ。まあと下がるだけ。やばい、難しそうやね。はい、まだメイン来てないのにもうおかわり入ってます。美味しそうです。すごいなこれ、ほんまに太さがすごい。やめてその触り方。やだわ。いただきます。はい、これのものが、イギリスのサンディチップスでこういうやつやろな、白身魚のフィッシュ。これ多分メレンゲの衣ってこと、うんうん、結構ふわふわしてる、うん、多分やね、多分やね、多分そうじゃないような気がする。普通の天ぷらじゃない。美味しい、美味しい。見て見ていい、これ何やろな。食べて何肉かは分かる。でも美味しい。あ、美味しい。へえ。柔らかい。うん。なんか柔らかさやな。ソースが美味しい。めっちゃ柔らかくて美味しい。うん。すごい、お肉がすごいよこれ。めっちゃ大きな。いただきます。中野のケールは料理、うん、柔らかい、めっちゃ柔らかい。匂いがいい。いいな。というかめっちゃ色合いがいいよな。彩り最高。めっちゃうまい。パンの硬さがいいよね、硬さが。でも固め、うう、ハードパン。ハードパンですか？目 NG やハードパン、ハードパン、結構固めのパンで美味しいです。キネガンズサンドイッチセット。はい、はい、コロッケみたいなの入ってる。なんかめっちゃ変わった味。普通のサンドイッチかなと思ったら、このこれビーツかな、この赤いのが全然サンドイッチっぽくない感じを醸し出してて、しば漬けじゃないみたいな味する、ほんまにめっちゃ変わった味。でも美味しいよ、めちゃうま、めちゃうま。アンガス牛って、アンガスってどこら辺なんだ。一
ボリューミーやな、うん、めっちゃ、なんかこれが分からへん。でもわさびは絶対入ってる。サワークリームにわさび入ってるから。これなんなの？バジルサワークリーム的な。バジル。どっちが美味しい？どっちのソース？どっちもうまい。いいやなんかプレート1個で完成してるような。なんとですね、このパン。おかわり自由だそうです。濃いなラスト贅沢食い。メイドの土産飲みすぎたちょっと寄ってたもんな。何やかな、こんなん2個いって2個コラ入ってるわあのグラスがあのグラスがメイドの土産よかった、ほんまにうまかった。そう、ビールも美味しかったし、うん、ビールのあても美味しかったし、2メインのそうそう、スーパーおすすめですね。あのオニオンなんとかっていうやつ、うん、あれはビールにだからね、シンプル。俺とたっくん2人で行った時にビールとあれだけ食いに行くっていうのもありなぐらい、あれがうまかったね。インスタ映えもするしな。そうそうそう、バイバイ。あ、すげえ。おすすめなレストランでした。はい、じゃあ、はい、お店の名前はフィネガンズバー&グリル。あー、はい、はい、ゆうこ5万円のレストランでした。ありがとう。Ha ha ha!